よいしょ。はい、こんにちは、チョリッス。4K です。 4K の初期型、ビッグウェーブです。ちょっとテスト中でございます。ちょっと今ね、アイドリングの調整して、ちょっと電話悪かったのでね、電気案内気味でもちょっと出るようにって感じで調整しております。押しは今 0.5W ぐらいかな、の辺調でね。使用が行きました。こんな感じです。これで電源機の方もね、これ、ビッグウェーブ 4K 仕様です。かさ上げ一段ですね、左右ね。そんな感じです。なかなかいいですよって感じで、はい。弾はね、新品です。30K と、1500B ですね。いいものが入っています。見えるかな。バッチリです。頭の刻印はね、製造年月日によってあるものとないものがありますけれどもね、このアイマックの刻印ですね。これないのに中国製だとか、なんかわけのわかんないこと言ってる人がいるらしいですけどね、そんなことはありません。刻印はなくてもね、アイマックはアイマックですよ。そういう感じです。あとは夏休みだな。8月13から20日まで、夏休み兼ねてちょっと出張です。お休みします。よろしくお願いします。ちょっとお預かりしているね、手つけてない修理もあるので、それでちょっと今週来週頑張ってやりますからね。お待たせしちゃって申し訳ないんですけどね、少しお待ちください。頑張ってやります。休み前にね、持ち越さないようにね、はい、こんな感じですね。よいしょ。あれで、どういきますか。まあこのくらい出ればいいでしょう。ここからちょっとパワーが上がったとしてもね、コンディションには叶いませんからね。いい返事を出してください。そんな感じです。はい、 4K 初期型、これパワーコントロール2段階のやつはね、人気なんですよね。この時代のやつが変調強いとか言ってね言ってる人もいますけどね、はい。ちょっと前回ね、動画のなんか声がちっちゃくてスマホで撮ったね、声ちっちゃかった。もう一回撮り直しって感じですけどね、撮っております。はい、ちょっとお掃除してという感じですね。はい、一応そんなです。もう少しですね、もう夏もね、今日はちょっと涼しいですけど、30度ちょっと越したぐらいでも涼しいっていうのもすごいことなんですけどね。はい、涼しいっていうか、過ごしやすいっていうか、37度8度じゃない、それ以上じゃ参っちゃいますからね。はい、スタミナつけて夏を乗り切りましょうっていう感じです。はい、じゃあどうもご清聴ありがとうございます。